Pero mga kababayan ko, mga Bisaya, mag-imaw ko, karong ugamon, panihapon. Yay! 今日の晩ご飯はこちらのネギ。こちらのネギと卵と、こちらのナスビを使って晩ご飯を作りたいと思います。イエーイ。で、こちらの卵を7個、こんな感じにつきましたもん。え、あれ？ちょっと見えるかな？割ります。よし。で、次はセキセキをします。刻んだネギを入れたいと思います。手でしてもいいよ。手でやっていいか。よし、できました。で、味は？味はこちらの塩と味の素と白だしを3、4杯分ぐらいを使います。塩入れます。次は味の素入れます。どっちかっすか？で、こちらを3、4杯分入れます。スプーン3、4杯分2、3、4で、混ぜます。次はこちらのナスビを使います。半分に切って、で、こんな感じになるんですけど、こういう、ここは切らずに真ん中、こういうところこうやったらこんな感じになるんです。これを全部やります。油を温かいします。で、このナスビ、この木、こうやって切ったナスビを入れます。ナスビはできました。あと調味料を付け足せばできます。まず最初ネギを入れます。これでパラパラ。次に、味の素。次はナスビにつけるこのこちらのソースを作りたいと思います。一番最初にこのポン酢入れたいと思います。全部使いたいと思います。よし。で、次はこちらのフィリピンの醤油を作りたい。あれ、パラパラって入れます。いいよ、いっぱい。そうそう、いいよ。入れてました。次はなんとか醤油を使います。1杯分、スプーン1杯分です。次は味の素です。パラパラ、うん、OK。 次になんかすっごいエクストラエレブトオイルを入れます。これは何杯分？2杯分。スープ2杯分です。で、混ぜます。ソースもナスビもできたってことで、こちらのソースをナスビの上にのせたいと思って、全体にいくようにやります。よし、完成しました。こんな感じです。次はさっき作ったこちらの卵を焼いていきたいと思います。卵焼き完成しました。こちら卵とネギを使った卵焼きです。それでは切っていきたいと思います。中身がこんな感じでした。ということで、食べてみたいと思います。おいしいです。皆さん、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた見てね。バイバーイ。